ミルカポコルナーは、チェコのピアノ奏者。ブセティン出身。幼少時より、ピアノ教師の父親の手ほどきを受け、1943年から、ビレーム・クルツの個人レッスンを受ける。クルツの没後は、イローナシュティ・ーパーノバー・クルツオ・オバーの下で学び、1946年から1953年まで、プラハ音楽院に在籍。1951年には、 ウィーンに留学して、ブルーのザイドルホーファーの訓導を受け、ベルリンで開催された、世界青年学生祭典のコンクールで2位入賞を果たした。1968年から1971年まで、ミュンヘン音楽院で教鞭を取り、1972年から1976年まで、ブルーの国立フィルハーモニー管弦楽団の専属ピアノ奏者となった。 1977年から、プラハ交響楽団の専属ピアノ奏者に転じ、1990年まで、勤めた、ロジュノフ、ポトラドホシチェムにて没。アーカイブ2020年4月10日ウェイバックマシン、クロソバ、マルティナ、オーデスラクラビーレストカミルカ・ポコルナ。クラシックプラハ、オリジナルの2019年3月14日、時点におけるアーカイブ。 h t t p s a r c h i v e i s r i g w 2 0 1<ッ>9年3月14日閲覧。ポコルナ、ミルカ。2020年4月10日時点のオリジナルよりアーカイブ。2020年4月10日閲覧。ミルカポコルナーディスコグス。ありがとうございます。